皆さん、こんにちは。えー、またまた、二ヶ月のご無沙汰です。半田でございます。えっと、今日が。ニュースレクチャーの二マル一三シリーズ。えー、最後になるのかな。二マル一三シリーズはですね。え、六回でとりあえず。一気と区切りつけて。そして、二マル一四シリーズをね。えー、っと、九月から。スタートさせようかなと思っています。 「203、えー」まあ、20シリーズ最初予定ではね、あのーまあ、ヌーソロジーの基礎になる概念、えーまあ、レクチャーでも次元観察しっていう言葉で出てきてるんだけどそれをまあ解説していこうと思っていて、えー、前回まで、えー、全部で14まであるんだけど前回まででまだ8。 確かプサイ8ぐらいまでしか話してきてなくて、予定より大幅にもう早くもずれ込んでるんですが、なんとか今日はまあ全体のね。まとまりをつける話をして、そしてニューシリーズの方に突入していこうと。まあ一応基礎が終わりという形です。だから、今までやってきたのはヌーソロジーの基礎だと思ってください。で、9月からはいよいよ。まあ応用編というわけではないんだけど。もえ。監査士の概念に。 とりあえず皆さん少しはこなれてきたということでまあその観察史を使って宇宙の全体像をねいろいろ後半戦は DNA の世界だとか太陽系の世界だとか銀河の世界まで出ていきますのであの乗り遅れないように <laughs> ついてきてください。えー、ということで。 今日の最終2013ーシリーズの最終回のテーマになりますが「存在の子宮としてのコーラ」ということでタイトルを銘打ってちょっと進めていきたいかなと思ってるんだけどこの「コーラ」という言葉まあほとんど皆さん多分知らないと思うんですがえこれはあのプラトンという哲学者 トラトンはみんな知ってるよねが、えー、晩年だねもう後期だと思うんだけど60歳ぐらいの時に、えー「ティマイオス」という本を書いたのね皆さん、まあ、あの有名な「アトランティス」の逸話が載っている、えー、作品です。でこの「ティマイオス」という作品の中に出てくる言葉で、えーまあ、言ってみれば「 プラトンの宇宙論というのは、まあ、ヌースも下敷きにしてますがこの世界というのは、まあ、洞窟に映る影のようなものでこの影の本質の世界が大いなる禅のイデアを中心に、ね、存在していいるという,ふうな話ですつまりイデア界の哲学というものをプラトンは初めて、まあ、哲学としては指し示したんだけど。 でこのイデア界対この現象界というか私たちの感覚世界でねそれを、ねえー、その感覚の世界からなんとか抜け出してこの洞窟の中から抜け出して影ではない大いなる善のイデアが輝いている神々の世界に行くことをまあ人間のある種の務めというふうにした考え方ですねプラトンの哲学というのは。 で、プラトンはそのティマイオスの中で、まあ、初めてねこのイデアと感覚世界の中の間を仲介するような第三のものというのを紹介するんですねそれがこの「コーラ」という言葉です、えー。プラトンによればまあいわゆる何だよな永遠の器のようなもの「陽気」とも言われてる欲。よくで 今日はこのコーラをめぐって中心にですね、まあ、ヌーソロジーの次元観察の解説を進めていこうと思うんだけども、えー、例によって4つにセグメントを分けましたまずは一コマ目これからする話はこの記憶の器プラトンのコーラをめぐってっていうやつだよね。 で、このコーラ、ティマイオスに書かれているんだけどね、今あのスピリチュアルの世界でも、